はい、皆さんどうもこんにちは。ガンバマンです。はい。いやあ、暑いですね、最近。最近暑いですね。猛暑、猛暑で、昨日も36度いったって言ってましたね、関東地方ですね。いやー、私、今ですね、エアコンをつけながらちょっと、動画を撮ってるんですけども。はい。はい、ですね、このチャンネルはですね、私、ガンバマン、去年ですね、37歳の時に、23年勤めた会社をですね、脱サラいたしました。はい。で、現在ですね、個人事業主として、働いていっているわけなんですけども、まあ、毎月ですね、このようなお仕事をして、これだけの売り上げが上がりましたよとかですね、毎月売上報告という形で、やったりしています。まあ、それ以外はですね、日々働いていく上で、感じたこととかですね、そういう自分の思いとかですね、配信しているチャンネルになっております。はい。ぜひ興味のある方はですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい。というわけでですね、今日はですね、実は、ガンバマンですね、おすすめの YouTuber さんをですね、1名だけ、今日はですね紹介しようかなと思います。はい。その YouTuber さんですね、僕が結構ね、仕事に対する考えとかその辺がですね結構、なんていうんですかね、一致するというか共感できる部分がですね見ててあったりするんで、これはね、このチャンネルを見てくださっている方には、一度見てもらいたいなって思われている YouTuber さんですね。はい。この後話していきますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい。というわけで、YouTuber さんおすすめのですね、1名紹介していこうと思うんですけども、その方はこの方です。はい。ここに貼り付けていきます。ドン。はい。断捨離さんですね。はい。皆さん、大体もうこの断捨離さんってね、結構有名な方なんで、景観をつけのね、お仕事をやられている方っていうのは、多分大体知っておられるかなと思うんですけども、そうですね、これから始めようと思われている方とか、今いろんなね、YouTube ですね、経過もつけ、YouTube をですね、結構見あさって、いろいろ勉強されている方とかもね、いるとは思うんですけども、そういう方はもしかしたら知らない方もおられるかもしれないんで、ぜひですね、この断捨離さんをですね、今日はちょっと、紹介していこうかなと思います。はい。で、まずね、この動画を配信するきっかけになったところからちょっと話させてもらうとですね、以前この断捨離さんがですね、ちょっと前に配信された動画でですね、たまたまなんですけども、その断捨離さんのね、トークの、流れの中で、ちょっとたまたま僕の名前が出てきて、ついでに、ガンバマンのことをですね、紹介していただいたっていう感じで取り上げてもらったんですよ。はい。で、大変、嬉しかったんで、すぐね、コメントの方させていただいて、ありがとうございますと。はい。で、僕もね、ちょっと、断捨離さんのことをですね、自分のこのチャンネルで取り上げたかったんで、いい機会だったんでですね、ついでに、取り上げてよろしいですかっていう、許可をもらおうと思いまして、コメントしたところですね、はい、大丈夫ですよっていうことで、コメントいただきましたので、今回ですね、遠慮なく、取り上げさせていただこうかなと。そういうきっかけですね。はい、そういったところでちょっと今日話していくんですけど、ですね、まずこの断捨離さん、何から話そうかな。まずこの断捨離さんを僕知ったのは、僕がですね脱サラする前なんですよね。で、脱サラする前に、
皆さんも多分最初そうだと思うんですけど、結構 YouTube を見てね、いろいろね多分調べられると思うんですよ、どんなもんかとか。で僕もそんな感じでね、脱サラする多分2ヶ月前ぐらいですかねから見始めて、でちょっと脱サラしたぐらいかな、ちょっと脱サラしたぐらいに多分断捨離さんの動画をに当たったんですよ確か。でその頃僕初めて見たんですよ。でその時はですね、なんかあなんか面白いこと言うなこの人はぐらいしかちょっとね思ってなかったんですよ。でまあそんな感じでね、僕まあちょくちょくねなんか面白かったんで、話してることがね結構なんかトゲのあるねことを話さ言われたりとか、そんな感じの配信されてたんで、あ面白いなぐらいでまあちょくちょく見てたっていう感じですね。はい。でね、断捨離さんって結構面白いことを言われるんですけど、また面白いことだけじゃなく、結構ね、お仕事の話で、個人事業主とはまあこうあるべきだとか、仕事はこうやって取り組んでいった方がいいっていうことをですね、結構言われてるんですよ、動画の中で。はい。で、僕ね、そういうところはすごいね、あ、そうだなって、僕もそう思うって思うことがね、結構あるんですよ。あるんですよ、動画の中で。はい。それでね、ただ結構面白いこと言われるんで、なんかねその面白さが勝ってるがゆえに、こういいことをお仕事の話がねなんかちょっとぼやけちゃってるんじゃないかなってちょっと僕的には思ってるんですよね。はい。まあそれがね、まあ断捨離さんの、まあ、スタイルなのかもしれないんですけど、でまあ動画はまあそんな感じなんですよ。でまあ、僕はね、まあ、そんな感じで最初は面白いな面白いなでこうずっと見てたんですけど、なんかねこう見ていくうちに結構ねよくこう考えてよく聞いたりしていると、すごくねいいことを言われてるなってなんか途中からこう気づき始めたんですよ、うん、だからねあれなんですよね、断捨離さんの動画って、まあ、まあ今日こうやっておすすめするじゃないですか、で皆さん見られるじゃないですか、で見た時に1回だけじゃなく結構ね何回もこう続けて見ていくことによって断捨離さんのいいところいい部分っていうのは見えてきます。はい。で僕が今日おすすめしたいのは、まあ面白いのは面白いでいいんですけど、この断捨離さんのこう仕事に対するこう考え方、この辺でいいところ言われてるんで、ここをですね皆さんに見てもらいたいんですよね、しっかりと、うん、なんでねもし見ていただけるんだったらずっとね連続で見てってください。はい。そうしないとね、いきなりは多分ね分かりづらいかもしれないんで、結構ねこう 長いスパンでこう見ていくことをお勧めしますね。はい。うん。だからあれなんですよね、本当断捨離さんの動画は本当にねこう見てしっかりとこう読み解いていかないと、そのいいところがなんか出てこないみたいな、まあ勘がいい人は多分すぐね、あそういうことかってこう分かられると思うんですけど、でもね大半の方はね面白さが勝っちゃうからねそのせっかくいいことを言ってても、それに気づけないっていうね、そういう可能性があるので、ぜひねしっかりと聞いてねやられた方がいいですね。まあちょっと前もほら何ですかね、なんか動画配達員はパシリみたいなこと言われてたんですよ動画で。はい。でも普通に面白いじゃないですかでもそのパシリってなんかそういう風に言ってるんですけど、実は言ってるからその全く真逆のことを言われてて、まあ結局ね配達員はすごいっていうことをね多分その動画言われてるんですよ。でもインパクトとしてパシリってはーってなっちゃうじゃないですか。だからそこなんで、そういう話し方をされるんで、ちょっとね勘違いされる方は勘違いされるんじゃないかな。ただね僕的にはいいことをねすごくね言われてるんですよ。すごい共感できる感じですね。うん。だからね、断捨離さんの動画って、あれなんですよ。キャベツ。キャベツなんですよ。キャベツって、まあ、普通に生でね、こう食べたら、こう、みずみずしくってね、美味しいじゃないですか。それで、でも、しっかりとこう、噛んでいくと、こう、甘くなってくるじゃないですか。で、またさらに美味しいじゃないですか。そんな感じなんですよ、断捨離さんって。ただね、こう、聞いて、さらっと聞くんじゃなく、しっかりと聞いて噛み砕いて話を理解していかないと、こう断捨離さんのね多分思いっていうのは多分伝わらないんじゃないかなと思いますね。はい。僕ね昔
まあ一つ言えば、まあ断捨離さんのタイトルとか動画のタイトルとか覚えてないんですけど、まあ一つ挙げるとすると、すごくあのなんていうかな、印象に残ってるあの動画一つ挙げさせてもらうと、あのね、これ結構前ですね、僕が個人事業として働き始めてどのくらいかな、2ヶ月目とか多分そのくらいの時に見た動画なんですけど、まあ、ご本人さんは覚えられてるか分からないんですけど、その動画でね、個人事業主をなめんなよっていうことを動画の最後に言って終わってる動画があるんですよ。で僕ね、これ結構ね、一番最初に僕に刺さった言葉で、刺さったしすごい勉強になった動画だったんですよ。これが多分、ね、一番最初です。あ、断捨離さんすごくいいこと言うなって思ったのは、でその動画はね、結局その言っちゃえばアマゾンフレックスに、まあなんかいろんなね、まあトラブルがあって、でアマゾンフレックス、アマゾンとね、断捨離さんがなんかメールかなんかでずっとやり取りされて、電話とかもされて、でなんか結構振り回されてるんですよね、その中で、そのやり取りの中で。で最後になんかもう疲れて、もう個人事業主なめんなよみたいなこと言われて終わってるっていう動画なんですけど、まあただ僕この動画ね、すごくね、僕は突き刺さったっていうのは、まあ僕もね、個人事業主として、その当時ね、働き始めてて、まあ自覚といいますか、やっぱり一人親方で、まあ社長みたいなもんじゃないですか。まあしっかりね、自分はそのね、個人事業主だという自覚を持って、働いていかなきゃいけないっていうのは当然、思ってました。はい。思っていたんですけども、まあその動画を見たときにね、まあそれは断捨離さんのその動画は、要はもうアマゾンってもうマンモス企業じゃないですか。でっかいでっかい企業じゃないですか。でそれに向かってね、個人事業主なめんなよって言ってるっていう、もうこれがね、僕は突き刺さったんですよ。はい。やっぱほら、大企業前にするとやっぱりペコペコしちゃいそうじゃないですか。わかりましたわかりました。でやっぱその時に、ね、それじゃダメなんだなって僕は思いましたね。いくら相手がこう大企業であろうと、ね、一個人事業主としてなめられたらいけないなって僕はこの時思ったんですよ。はい。だからやっぱね、断捨離さんやっぱそういうね、強いハートを持ってね、仕事の方に取り組んでいる人だなってその時思ったんですよ。だから多分本人としてはこう意図的に言ったのか分かんないんですけど、多分自然と出てきた多分言葉なんですよね。うん。だからね、僕ね、本当その時、本当しっかりしないといけないなって自分の心に刺さって、うん、あの動画がまあすごくね、良かったですね。はい。まあそれ以外でもね、たくさんそういうのあるんですよ、いっぱい断捨離さんの動画って。はい。なんでぜひですね、皆さん、断捨離さんの動画、過去の動画とか結構いい動画がありますので、ぜひね、チャンネル登録してですね、最初からこう見ていかれるとすごくね、勉強になると思います。はい。よく僕も動画でいろいろ自分の、個人事業主としての、思いとか話したりしてる動画とかもいっぱいあるんですけど、まあ、それに共感してくださってる方がいるとすれば、多分ね、断捨離さんのそういうお話とかも多分共感してもらえるんじゃないかなっていうところはあるなって思ったんで、ぜひですね、見てみてください。そこがですね、今日おすすめする、まあ理由というか、まあそんな感じですかね。はい。はい。というわけでですね、まあ断捨離さん、取り上げさせていただきました。皆さんぜひですね、見てみてください。はい。でまあ断捨離さんに限らずですね、まあ今 YouTube でね、経過もつけ YouTuber と言われる方ですね、まあたくさん、おられるじゃないですか。やっぱりね、皆さんすごいね、いろんな考えで仕事されてる方っていうのはたくさんいるんですよね。なんでやっぱりね、いろんな人の YouTube の動画っていうのをですね、たくさん見て、やっぱりね、理解して話をね、そういう人たちの話っていうのは、聞かないといけないなーって思いますね。はい。やっぱりなんかその人その人の思いっていうのが絶対そこにはあると思うんで、でね、いいところは全部ね、自分のものにしていくと。
で自分なりの働き方をその確立していけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、という感じで今回の動画は終わりたいと思います。はい、まああとね、男子大さん今日は、まあ、動画の方上げさせていただいていただきましてありがとうございます。はい、ちょっとね、まあ、見ておられるかちょっと分かんないですけども、はい、こんな感じで今回はね話させていただきました。はい、でまあ他にもね僕いろんなね YouTuber さんとか紹介したい方とかいるんですけど、でもまあなかなかねちょっと機会というか、まあ、今回男子大さんみたいな取り上げてもらったんで、たまたまねそういうやり取りがあったからたまたまこう取り上げさせてもらったんですけども、まあ、そういう長い機会がないんで、まあ、機会があったらですね、今後また、話していこうかななんて思っておりますので、はい、というわけで今日の動画終わりにしたいと思います。はい、それではまた皆さん、さよなら。